で、これぐらいのしなっと感が出たらレタスの方は OK です。食物繊維がもうがっつり取れる。どうも、料理のサリウスです。ということでですね、最近はですね、勢い任せに言うっていうね、挨拶考えるのすごい大変になってきたんでね、最近の近況報告しましょうか。じゃあ私が桐翔さんとコラボしたのが最近の一番の思い出ですね。呼んでいただきたい YouTuber の方がいたら、僕がもしかしたら頑張ってコラボするかもしれないんで、皆さん向こうが OK してくれないと思うんですけどということで今回はですね、もう結構いい感じになってきたので、レタス安いんですよ。これはもうレタス料理作るしかないな。レタスといえば僕じゃないですか。レタス料理僕結構持ってるんですよ。火を通すと僕レタス結構大丈夫なんですね。なんとね、名付けてレタス丼。これがうまいんですよ。レタスでご飯食べちゃうってね。レタスは野菜だけの野菜じゃないですよ。あ、レタスはサラダだけの野菜じゃないですよ。レタスはですね、丼ぶりもできるんです。レタスをめちゃめちゃいい味付けをしてご飯をがっつり食べちゃうっていうレシピなんで、ぜひよろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介からいきます。まずね、レタス、これね、半玉分で、大きいのだと結構あると思うんですけども、半玉分がだいたいね180〜200g。ちょっとお肉感も欲しいのでベーコン今回使います。ベーコンね 40g ですね。で、あとバター 10g で、ご飯ね、あとはね調味料、超絶美味しいからやっていきたいと思います。はい、じゃあということでやっていきたいと思います。まずですね、このベーコン、ベーコンはね食べ応えがある感じに切っていきます。まあこんな感じね、ご飯と合わせるんでね、はい、こんな感じで切っていきます。レタスなんですけども、まあ切ってもいいんですけども、今回はちょっとね、ざっくりざっくりとこう引きちぎる感じでやっていきたいと思いますね。はい、こんな感じで、こんなんでいいっすよ。レタス多いな、大丈夫かな。僕の燃料を入れていきます。こんなことやってるからね、視聴者の皆さんにね、飲みすぎないように僕のためを持っていただいてありがとうございます。すくうため5本多いんですよね、これね。多分ね、僕の予想的に多分みんな YouTuber さんは飲んでると思いますね。あー、ご飯は最近温めちゃう。まずフライパン熱しまして、バター 10g ベーケンですね。ベーケン、肉感もありますし旨味も加わるからね。そしてベーコンとバターの相性っていうのは最強なんですね。弱めの火でやってください。はい、表面がカリッと焼けました。そしたらで、これはね、炒め具合はね結構しなっとさせます。ご飯にのっけちゃうん でちょっと炒めていきます。こう炒めて、あまりにもシャキシャキしたレタスとご飯ってね、実はねそんな合わないんですよ。なのでちょっとね、こうしなっとさせます。どれぐらいしなっとさせたらいいかっていうと、透き通るぐらいですね。中から野菜の水分が出てくるってことですから、玉ねぎも透き通るまで炒めてくださいねとかありますよね。レタスもね、それぐらいです。味の素3振り、あとお塩ですね。で、これぐらいのしなっと感が出たらもうレタスの方は OK です。もう火止めちゃいましょう。たっぷりの刻みネギですね。もうこれぐらい入れちゃっていいです。はい、そしてここレタス、ベーコンと炒めるレタス、はい、これをですねたっぷりのっけていきます。食物繊維がもうがっつり取れる。粗挽き黒胡椒ですね、はい、かけます。ちょっとねピリッとした、ちょっと香辛料が入ってないんで、このレタスの中ピリッとした感じを出します。好きなだけかけてください。僕は酒飲みなんで結構かけますね。はい、これはね食べながら調整しながらかけます。はい、ということでこちらでですね、レタス丼の完成でございます。はい、それではですね、作りましたのでぜひ食べていきたいと思います。いただきます。じゃあたっぷりのレタスとご飯いただきます。あ、
これはうまいわ。うん、バターと炒めたレタスがね、非常にいい味が感じる。バターで炒めたレタスと相性がいいのはこのね、たっぷりした海苔ですね。おいしくないわけないじゃない。やい、少し醤油足していきます。これはお好みですね。これはうまい。黒胡椒も効いてるよ。タバスコですね、かけます。うまいに決まってんよ。うん、この適度な辛みと酸味ですよね。ほんと美味しいと思うんで、スタッフチャンス。スタッフの哲也くん。はい、じゃあ、あーん、あーすんの、あーんするでしょ。あーすはい、はい、あーん、はい、どうですか。うまレタスを米のおかずにしたことあんまないでしょ。ないないね。しっかり炒めてて食感なくなってるかなと思ったけど、しっかり食感残ってすごいシャキシャキ。シャキシャキ感ありますよ。もう全てがマッチしてめっちゃ美味しいです。ありがとうございます。哲也は達也よりは食レポがうまいです。カレー粉ちょっとパラッとかけて、探求心で合うじゃん。バターとカレー粉ってやっぱめちゃめちゃ合うんで、炒めてるときカレー粉を入れてもうまいし、後がけでももうほんと美味しい。ご飯とレタスの相性ってほんとコロハにて最強なので、ぜひこれはやってください。ほんとにやばね。多分でも YouTuber ってやっぱりこのやば、何百万人に見られる、何百万人に見られる仕事、仕事かなこれ、ものなので、やっぱね、結構ね思うんですよね。プレッシャーとか、やっぱり皆さんにどう思われるかな、この料理美味しいかなってプレッシャーがすごい強いんですよ、やっぱね。そのためにはね、多分ね、飲まなきゃいけないと思うんですよ、やっぱり。